それでは、生息性判定と逆行列ということで解説をしていきます。まず、逆行列と連立一次方程式の関係を見ていきましょう。A が正方行列として、これが生息であるということは、定義はですね、AX イコール XA イコール単位行列となるような X が存在するということでした。 ここで方程式 AX=EN を考えます。これはですね、普通の連立一方程式ではないわけですけれども、両辺の大 J 列ベクトル、左辺と右辺の J 列ベクトルですね、J 場目の列ベクトルを考えると、結局ですね、X の1列目とこの EN の1列目、EN の1列目はもちろん基本ベクトル E1 なわけですけれども、 A のの X1 X 1という X の1列目です、ねえー、をかけたものが E1A の2列目イコール E2N、えー、個の連立一致方程式を解いているというのと同じことになるわけですね。従 <laughs> って、えー、これをまあ一斉に解くことができるわけで、えー、A がまあ係数行列ですからで右辺側が1000から0001まで N 個並んでいるとしてこれを全部同時に 解いていいてきましょうということとこですねで。これを行に関して基本変形した時にもし A の部分が単位行列になったとするとこの時ですね B はこう出てきたこの右側の部分に出てきたものが逆行列になるというのがこの逆行列を求めるという計算になります。こここでで実際ですね、この、 え、pa, この p かっこ a, en っていうの、まあ、n ちょっと小文字ですけれども、えー、というのを考えると、これは pa が en で、pen が b になるわけですが、この pa イコール en を満たす p は、まあ、逆行列と考えられるわけですね。で、従って、えー、逆、えー、これ pen っていうのは p ですから、b イコール a の逆行列ということになるわけです。え、ちょっと例をやってみましょう。えー、a を 1223という2次の正方行列とする場合にこの1223と1001を並べたこのような 2×4 の行列を考えます。便宜上真ん中に点線を入れてますが実は書く必要はありません。でこれを基本変形していきます。1行目の2倍を2行目から引いてそして2行目の2倍を1行目に加えて2行目をマイナス1倍しています。そうすると この左側の部分が単位行列になりました。そして右側の部分に逆行列が出てきているはずなわけですね。で、実際まあかけてみると、これは逆行列になることが分かります。はい。まあ、このようにですね、えー、行列 A、正方行列 A の逆行列を求めるには、A と単位行列を並べた、N、N×2N 行列ですね。これを基本変形して、 左側の部分が飛躍階段行列になるようにこの飛躍階段行列が正方行列ですからランクが n の場合は単位行列に自動的になるわけでその時は逆行列があるということになるわけですねつまりランク a が n であれば ax=en というのは解を持つわけです